ークボーリングラジオ自由の女神になりたくて、ついに5月に突入。まだまだ自宅待機も続くニューヨークですが、今週もバックグラウンド同様ユニバースで外出禁止自宅待機スペシャルをお届けいたします。今自宅待機だからこそできること、断捨離、お部屋のお片付けですね。今週も先週に引き続きお片付けのエキスパート、ライフコーチで心とお部屋15分でお片付けメソッド考案者の松下純子さんの後編インタビューになります。前編インタビューでは純子さんはライフコーチになるまでの経歴や海外移住からの人生の気づきを伺いました。では後編インタビューでは、ライフコーチの純子さんがお片付けコーチになっていくまでの経歴と15分お片付けメソッドの誕生秘話を伺いました。それではどうぞ。片付けるっていうかね、分けるっていうのが好きで、でもそれ言われたら好きなんだけど、でも人にいやこれはいらないからもう捨ててくださいねとか、これ何ですか、なんでこんなにたくさんあるんですかって、はい、こんなのじゃなくてこういうふうにしてくださいっていうことは絶対にしたくなかった性格っていうかね。でそれがあるだろうなと思って、お片付けの分野には足を踏み入れなかったんですよ。その時初めて言われて、お片付け講師をお願いします、あそれはって思って、お断りしようと思ったんですけど、ちょっと待てよ、この方は今までコーチングを10回受けてくださって、でコーチング この本人が答えを持っていてやればできるっていうことを知ってくださってる、じゃあこのそのコーチングのやり方をそのままお片付けでやればいいんだと思って、で私はあなたのお片付けのやり方わからないけど、あなたは多分やり方を何かあるはずだから、それ見つけましょうっていうやり方、発想、じゃあお片付けでこういうふうに片付けてこういうふうにしてこうっていうんじゃなくて、自分から片付ける、そう、コリンゴさんの片付け方。そう、私ね、なんでお片付け、私ダメだったんですよ、お片付け。いろいろね、一世風靡したこまりさんとかも、あんなに、ね、メジャーなお片付け方法なのに、全然ダメだったんです。片付けられなかった。というのは、まず、精神的にやられるっていうんですか、こう片付けましょうって言ったり、畳み方はこうですとか言うと、もうダメなんですよね、それだけで。それと、こう洋服を山盛り、ベッドルームに置いて、捨てるもの捨てないものと決められないんですよ。もうそれだけでもう受け付けられない、片付ける。私はそれと逆で、私小森さんの話も聞きに行って本も読んで、もうすごい好きなんですけど、あれは小森さんのやり方なので、それがほとんどの人が合う人が多いと思うんですけど、私は一人一人違うと思ってて、私は無理だったの本当に無理だったのそれでそれなのでその15分も、はい、じゃあ行ってらっしゃいっていうのは、そこで自分なりの、自分が選んだ場所を自分なりのやり方でやってみてくださいって。でそのクライアントさんが、お片付けできないのでお片付けコーチをお願いしますって言って、引き受けたんですね、最終的には。でその方には、じゃあコーチングのやり方で、同じやり方でお片付けします、だけどこれはその方は今までやってくださったからできるけど、他の方には多分できないと思うから、コーチング知らないから、他の人には言わないでくださいねって、秘密って秘密それで初めて、でそのやり方違いますもんね、そう、個人個人に、理解できないと思ったので、普通の方にはね、なの で、まあ、早速行って、じゃあ下来てくださいって言って、じゃあちょっと時間見つけて、じゃあ1時間っていうので伺ったんです、じゃあ言って一緒にやって、でコーチングの後って必ずレポート出していただくんですね。大体まあ1日か2日かかるんですけど、そのお片付け行ったのはもう私もう1時間以内にもうレポートが来て、もうすごく嬉しいですって、自分がこんなにできると思わなかった、もう来て、メールが来て、で地下鉄の中、もうこれってライフコーチより完全にこっちの方が喜ばれてるって思って。
コーチングを受けた後、こう自分の感想とかレビューを送らなきゃいけないんですね、純子さんに。そうなんですが、普通のライフコーチングの時は2日くらいかかってきてたレポートが、お片付けコーチングになったら1時間もしないで届いた。1時間以内でしたドキッとして、あれこれってどういうこと。一応その時はね、純子さんライフコーチングがメインでしたからね、もう適面に効果があったってことなんですね。うん、それでよく考えてみたら自分にもできるっていう。それで私心理学も勉強してるんですけれど、このコーチングって心理学、ポジティブ心理学のを土台にしていて、うん、そのためにも勉強と、あとお片付けにもっていう。でそれで考えると自己効力化っていう言葉があるんですね、心理学で。ほうほう、うん、やればできる。コリンゴさんが感じてくださったのそこかなって。そうだってできないと思ってたじゃないですか、お片付けはちょっとみたいな。誰かに片付けてもらって、もうお金払って誰かに片付けてもらうか、もう自分では無理と思ったんですけど、15分で片付きましたからね。自分できるじゃんってあの時思いましたもん。やればできるじゃん、やらなかっただけじゃんみたいな。あれも喜びにつながりますよね。だってできなかった自分ができたわけだから。もちろんあの片付いたことで、あ、綺麗になってよかったっていうのもあるけど、できた自分を褒めたいですよね。そこなんですよ、私狙ってるのは。実はあ、ここ狙われてたところなんですね実はですね、いろいろまあ、私は純粋な気持ちで、私だったらこうだったらやる気になるなって。私もね、実はそんなにね真面目な人間じゃなくて、あんまりね面倒くさいことはやりたくないし、あと楽しくないとやりたくないんですよ。そう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 、そうなんです。でそれで編み出したのがこれなんですけれど、でそうやればできると思ったら、別にお片付けだけじゃなくて何でも他のこと。そういうことだだってほら、私はお片付けイコール楽しくないだともう結びつくじゃないですかだからやりたくないっていうのがあるじゃないですか。そうだ、だってあの結局セミナー15分の片付けセミナーで15分片付けさせられた時に、ほらゲーム感覚だから楽しいじゃないですか。なんかよーいどんとか言ってみんな始まったじゃないですか。で他の人もやってるから私もやらなきゃみたいなのと、で、ね、やってるうちになんかお宝が見つかったりして、こうなくしたものがどんどん出てきたりするともっと楽しいじゃないですか。あの15分は苦痛じゃなく楽しくできたわけなんですよね。だからあっという間に15分が過ぎちゃって、もうちょっと時間くださいみたいな、さっき の, あの時間を決められるともっとやりたくなるっていう心理と、楽しいからもっとやりたい心理と、全部かって見過ごされてたんですね、これそこ狙われてたんですね。いや狙ってるっていうか、なんか結果的にそういうものができたっていう、これ私のオリジナルメソッドなんですけれど、うん、自分の気持ちも素直に使って、自分だったらこれだったらできるって。実は私自身も皆さんに声をかけて、皆さんと一緒にお片付けって言ってるのも皆さんと一緒だからやる。結構自分一人だとそんなに頑張らないです。そう、結構みんなといたからできたっていうのも ありました、うん、決断力がちょっと鈍かったりするので、じゃあ今からお片付け15分するので片付けたい部分を決めてくださいって言われた時に、片付けたいところがたくさんありすぎて決められないって思ったんですよ。でもみんな決めてるから決めなきゃみたいな、あの場にいたから、多分一人だったら決まらず終わりみたいな、今日どこやろうかな、お片付けって考えてるうちに1日が終わるとか。なのにみんながいたから、みんなもう決めてるから私も決めなきゃみたいな。そう、あとはね、もう一つ裏に込めてるのが、はい、決める判断力を身につけるとか、慣れる、こう決めることにちょっとずつ慣れていくっていうのがお片付けすごい最適なんですよ。なんかね、うん、あれ続けたら判断力がこうもっとしっかりしそうだなと思いましたもん。でそれがゆくゆくは自分の人生、何を片付けが人生につながってた。わお。で自分でいろいろやる可能性も、それどうしよう、これにしようか、これにしようかって、感覚的になんとなく同じ感じしません？それで私全体の ネーミングを心とお部屋のお片付けセミナーって言っていて、で、うん、実は心の方が難しい
見えないものだから。なんだけどお片付けだったら目に見えるから、こっちのものをこっちに動かすとかっていうので、で絶対に結果が、絶対にいい結果が出る、 100% いい結果が出るの。特に15分だと、出た出た 100% もう120%くらい出ちゃう。1時間やっちゃうと疲れて、あもうやだめんどくさいって、もう行くよやったけどもう やめたってなる可能性が高くて、だけど15分だったらなんかまたやりたいとか、なんか楽しかったとか、その気持ちが残る、で それで、だからライフコーチングにつながってるっていうのはそこで、実はお片付けしながらライフコーチングセミナー入ってます。ちょっとそれ裏メニュー裏メニュー入ってるんだ。そうですよね、だってあのお片付けやってったらなんとなく判断力が、あのこうな、判断力がつくっていうよりも慣れてくるっていうんですか、そうですね、それ、慣れやる回数が、だからお片付けと1個ずつ、あこれどうしよう、あこれあこっちこっち、あこれはこっちでってやるのが1個ずつがもうその練習、でじゃあ人生も、あ これやるべきやらないか、ああ人生で全部決断でいくじゃないですか、これやった方がいいのかな、あれやった方がいいかな、そういうことかでそれも楽しくね、楽しくないと嫌なの。そうです、あとほらお得なことがあるお得なことは必要、みんなやって、私40ドル出てきていいなーって、私もう一回やろうかなとか言ってましたね、まあ、それ目当てでやるとなんか見つからなそうですけどね。そうそう、それ狙ってね、そこばっかり流すとね、なんかなんだっけ、ここ掘れワンマンみたいな感じでねもうただのお片付けと思いきやすっごい深いんですね、ライフコーチングこう被ってるから、そう、それでそこから始めて、でそれでその話を聞いた方が、じゃあお願いしますっていうことで声をかけてくださって、それでこれをセミナーの形にしたのがまたきっかけがあって、その後私がポジティブ心理学を教えていただくことになった松村アリーさん、医学博士の方なんですけど、公衆衛生ポジティブ心理学っていうのがあるんですね、すごい方なんですよ、でその方となんか一緒になったことがあって、なんかその方に、ジュンコさんなんかお片付けなさってるんですね、あそうなんですよ、もしよかったらお手伝いしに行きますからって言ったら、いや来ないでって言われて、いや見られたくない、気持ちわかる、だって私ジュンコさんここに来られても困りますもん、今こうバックグラウンドを宇宙に変えてますからいいですけど、実際ここ来られてジュンコさんチェックされるのちょっとなって思っちゃうんですよ。私もあれオンラインだったから参加したんですよ参加してまあ大丈夫かなみたいな、それでその時に、いやそんな気にしないで、いやでもそれだったらセミナーの形にしてもらったら参加したい、わかる、だから私も参加しました、それでセミナーが始まったところなんです。それで自分でいろいろこう考えてまとめて、しばらくちょっと時間がかかったんですけれど、でセミナーの形にして開催したんです。でその先生1回目に参加してくださったかな、ほらでもお片付けってほら個人セッションだと思う感じじゃないですか、なんかほら片付け方も人それぞれ違うし、それまとめるの大変でしたよねきっと、でもそれはまあ基本的なことでね、でそれこそコリンゴさんが思ってるようなこういうふうにやるんですよみたいなのをちょっと楽なバージョンだけど、それもやっぱりコーチングを元にして、元にというかコーチングをお片付けにしたものだったセミナーで、まず最初の質問が、あなたはどんな暮らしをしたいと思ってますか、わーっていう質問がまず最初に来るんです、何をやる、始める前に、でそれを考えていただいて、書いていただいて、でその暮らしの中でどんなことをしたいですか、あ私答えなきゃいけないんですね待ってたんですね、すいません、今のできればね、なんか物が多すぎるので、ね、ごちゃごちゃ感が生まれるんですよね、これがすっきりしたいんですけど、すっきりしたらそこでどんなことしたいですか、すっきりしたらなんかほら
なんて住んでるところがすっきりしたらこう気持ちも楽になって、ガタガタし、性格的に結構ガサガサしてるのでガサガサしなくなるのかなと思って、なんか その自分を考えるとちょっとウキウキします。しますします。こうでも結局できてないんですけどね。でもいいの、別に今の状態は OK だけど、そのイメージを持っててで何かこうじゃあちょっと片付けしようかなと思うときに、えなんで私こんなことしてんだっけと思ったら、そこに戻って、私何の ああいう風に感じたいんだなって、あ そうかそういう風に暮らしたいんだなとか、そこに戻ればいいんだ。そこが究極なの。なるほどね。なんか結局私ほらなんとなくもっとシンプルに過ごしたいな、ちょっとお花とかも飾ってみてって思っても、だん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 お花を置いてるところになんか手紙が置いてあったり物が置いてあったり、ガタ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 、結局お花も台無しみたいな。でも、はあ、そういうことか。でもお花のとこにそれがあっても、別にそれが自分が選んでることだったら OK なの。そう、もうね、そこびっくりしたんですよ、セミナーの時に。私物を片付けてもまたそのスペースが生まれちゃうと、そこに物を置いてしまうので、これがダメなんだって思い込んでた、うん、そしたら純子さんが、いやスペースには物を置くところですから置いてくださいって言われた時に、スーッと、よかったんだ、間違ってなかったんだって、あれ衝撃的でした。ダメって思い込むじゃないですか。綺麗にしたところには何も置いてはいけないのに、置いてしまう自分をこう責めるっていうか、そうするとあまた置いちゃったか、もうそのままいいかって、置いていいんです、でまた置いたらあとあとで15分片付ければその通りだと、びっくり。そうか、そういうことで、しかもその自分がどうなりたいかをイメージして、でなんかなんでこんなことやってるんだろうって言った時に、そこに戻ればいいわけなんですよね。で究極欲しいものって自分の感情で、あなんかすっきりしていいなとか、うん、なんか楽しくなれたなとか、その状態じゃなくてどういう状態でも実は構わないんですよ。で私お片付けの時も何にも捨てないでくださいさんっていうか、びっくりしたんですよ。捨てなくていいですっていうのに捨てなくていいですっていう、なんかこれを捨てたらいいのかどうなのか迷ってるんですけど、え迷ってるなら捨てなくてもいいです、私は基本全部捨てなくてもいいと思ってます、それじゃお片付けにならないじゃないですかとか思ったんですけど、全部逆疲れましたよね。でも自分にその大切なものだったら捨てちゃダメですよね。確かに。だから私こうなんか捨ててもいいのか捨てても良くないのかわからないものってあるじゃないですか、微妙に。でもわからないっていうことは捨てられない何かがあるわけじゃないですか。それをほらときめきお片付けだとときめかなかったらもう完全に捨てなきゃいけないのに、そこができないから次に進まないんですよね。こまりさんの法則だと、うん、決められないから。こまりさんの方が厳しい、自分に厳しいし、きちんとあの方きちんとした方なんですよ。で私はそこまできちんとしてないから、その余裕が欲しい。でその決められないものは私グレーって呼んでて、でそれはあの別な、例えば黒にグレーとか箱に入れるとかで、ただ生活の中にそれがあると決められないものがちょっと場所が狭くなっちゃったりするから、それはそれでまとめて決められないものって使いように、多分それが一番多いと思うんですよね。それをまとめて生活には邪魔にならないところにちょっと見つけて、そこに置いといてくださいってお願いするんです。すごい、あれそれびっくりしました。で分けられ分け、あ分かるね、捨てられないものと捨てるものの分ける書くみたいな、あれも名言でしたね。あれ私分かるっていうのは分けられるっていう意味だって。そう言ったじゃないですか。で分からないのは分けられないっていう、あれその通りだと思って、分かるって分けられるってことですもんね。あれ感じそうですよね、分けるってね。分けるってそうですよね。でも分からないっていうのは分けられないってことですよね。何にしたらいいか、でそれは別にそのまま OK なんですよ。で手放さず、その代わり日常生活の中にじゃなくて別なところに何かどうにか見つけてどうにかっていう、それをやってるうちに分からないものが少なくなっていったんですよ。初め
これどうしようどうしようどうしようってずっと言ってたものは置いてたんですけど、なんかどん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 テンポ良くなってくると、あ、いいかいいか捨てちゃおうか、捨てそれも慣れですよね。慣れでだんだん分けられない分からないものが少なくなっていくんですよ、不思議なことに。びっくりしたんだよな、あの片付けよかった、びっくりさせられて本当に良かったですね本当にすごい嬉しいです。だから私にとっての喜びってこういうことで、でやればできるって思ってくれた、思ったら多分ね、これ今の話だとコロナ後生活が急に変わって、ああなんか何もできることないなんて思ったりすることってね、そういうケースがすごく多いと思うんですけど、でも何か見つけて、あ、やればできることあるって、で自分もこのやればできるっていう感覚、ここはい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 、があれば、うん、どんなとこでも生きていけるかなって、私これ私自身に言ってるんですけどね。そうですよね、ニューヨークに来る羽目になってでもね、この後の生活もねどうなるかわからない、でもまあやれば生きていけるよね、やればできるよねって、うん、今なんて特にこうコロナがなんか随分皆さんのライフを変えたじゃないですか、生き方をね、このでたぶんコロナが終結いつするかわかんないですけど、もう本当に近々 2,3 ヶ月のうちにするのか来年まで続くのかわからないですけど、これによって生活がガラッと結構みんな変えさせられたじゃないですか、無理やり。その時にちょっとこれ必要ですよね、生きていく糧っていうか、どう感覚がね、やればできる自己効力感自己効力感か。そう、もうじゃあどんどん純子さん活躍の場が広がっていっちゃいますね。これからこれが必要になってくる時代じゃないですか。やればできるで大丈夫です。やればできる、うん、でそう、私はそんなに野望があるとかそういう感じじゃないんですけれど、海外にこんなに長くいる割にはっていうか、いるとそうなのかもしれないけれど、すごくこう日本が元気でいてほしいっていう気持ちがすごく強くて、であとは海外にいる日本人が元気でいてほしい、はい、じゃあ、ね、今ちょうど聞こうかと思ってたんですけど、純子の野望を夢とか野望っていうのはそういう人たちをヘルプするってことですか。一緒にやってこうねっていう感じですね。一緒にこう元気になっていこうみたいな、たくましく海外に住んでいる日本人、また日本にいる皆さん、なんか結構困ることね、やっぱり海外生活だとなんかちょっと大変なこととかあったりもするし、でもね、日本で生活しててもいろいろもちろんあって、で一緒になんかこのずぶとさっていうかたくましさ感じて身につけてっていうか、なんかやればできるって、もう特にね、もうニューヨークなんてずぶとさがないと頑張っていけないから、もう本当にすぐおられるっていうか、あっってなっちゃうから、でも自分一番の相手は実は自分なんです。自分頑張れって、自分頑張れか、頑張れっていうか、でもあまり頑張れるっていうのだって私ちょっと逃げたくなっちゃうんで、やればできるよ、できること見つけようね、本当に自分の近く身近なところでできること見つけようね。だってお片付けってまさにそれですもんね、すごい身近なことじゃないですか。でもあれができたらなんかもっと何かできそうなこの感じが湧いてきますよね。だから今のコリンゴさんみたいになってほしいこんな感じにね、なんか私何でもなんかできそうな気がしてきてますね。オンラインとかやっちゃったし、オンライン、みんなオンラインミーティングとかやってるのに、私今まで一度もやったことなかったのに、やってみよう。私のさっき聞いてくださったのの続きで、私もお片付けオンラインでそんなに積極的にやってなかったんですけど、もうこれ機会にもうどんどんオンラインでやってきます。で逆にその方がつながりやすい、皆さんご自宅で自分のことができるから、見せてもらったりとか、こんなんなりましたって言ってるとこんなんになりましたって、そしたらニューヨークに住んでる人だけじゃなくて違う海外に住んでる方、日本に住んでる方、みんな受け取ってますもんね、みんなでなんかこうやればできる、こう15分で
そこがいいんですよね。15分ですからね。わあ、じゃあちょっとじゅんこさん、いつもですねビジネス PR とか聞いてるんですけど、ぜひぜひ何か近々セミナーがあったり何かしたらぜひPR していただけたら。はい、ありがとうございます。はい、今ちょっと話したのと大体同じなんですけれど、これからオンラインでお片付けセミナーをどんどん開催していきますので、でそれも参加しやすい形にして、あんまり1回の人数を多くしないで、はい、回数を多く開催して。あ、なるほどね。少なめの、セミナーで回数を多く、そしたら、人も受けられますもんね。で時間なんかもね、日本からも受けられる時間とか、あ、時差がありますからね、まあ、朝か夜か、まあ、そんな感じでね。あとは、お部屋のお片付けで心とお部屋のお片付けセミナーなので、心のお片付けっていうのも実はあるんですね。それも用意されていて、それもなかなか好評ですので、それとか、あといろいろな部門、分野でこう自分が気がつかなかったようなところをそのお片付けセミナーでやっていきますので、皆さんぜひご参加いただけたら嬉しいです。ぜひ。でもライフコーチングもやってらっしゃるんですもんね。でもなんかライフコーチングっていうと一般だとちょっとなんとなく入りづらいじゃないですか。ライフコーチングやってますっていうと、なんかどういう人がそういうライフコーチング受けていいのかなとか。でもお片付けだったらスッと入れますもんね。でお片付けに入りつつ実はライフコーチングもされてたみたいなねそうなんです。だからやっぱりセミナーだとね、皆さん参加しやすいので参加していただいて、でその中でもしやっぱりちょっとプライベートで受けたいなっていう方は個人的に言ってくださったら、ライフコーチングの方はそっちが本当は、ね、元のメインのところはそちらですので、それはずっと続けていきますし、今まで のクライアントさんともずっとつながってきます。そこは心配せず、片付けが表面的にはメインで出てきますけれど、ベースもライフコーチングですからね。はい。で、ウェブサイトもね、ブログの方に載せておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい。では最後の質問になりますけれども、この番組を聞いてくださっているリスナーの皆様に一言何かメッセージがあればと思うんですけれども、はい。コリンゴさんの放送、多分世界中で聞いてらっしゃる方が、ね、いらっしゃると思うんですよね。なんか。本当なんかそれを思うとワクワクしますよね私どんどん広げないと、もう本当にいいゲストに出てもらってるので、こういう人がこうどんどん配信していかないといけないので、もう頑張らないといけないんですけどね一応で聞いて、でくださってるはずそう思います。で今ねコリンゴさんがすごい上手にインタビューしてくださったから、ほとんどのことを言い尽くしたんですけれど、その中で一番こうだったらいいなと思うのは、やっぱりやればできるっていう気持ちを、インタビュー中も出てましたもんねそうなんです。それを何か、私の場合はお片付けとか、ね、ライフコーチでそれを感じていただいて、なんていうかな、一回り大きくなって、で生きていくっていうことをしてもらえたらいいなって思ってるんですけれど、それを感じていただいて、これからのどういう世の中になるか分かりませんけれど、本当どういう世の中になるかも本当に分からない。でもお互いたくましく、時々あそうだと思ったら15分お片付けちょっとしてみて、あなんだできるじゃないちょっとしたことでいいんですもんね、本当に、ね、15分ちょっとやってみて、あできたって思えば。でね、15分がちょっと長いと思う方は5分っていうのもありますから5分でもそれやるとき必ずタイマーかけてくださいね。自分の中で5分と思うだけじゃなくて、5分15分と思う、タイマーかけないと自分は気がつきませんので、5分でこんなことできたじゃないって、もう15分なんてもうたっぷりの時間こんなことできたっていうの、必ず嬉しいことが待ってますので、本当に待ってました。嬉しいこと、騙されたと思ってね、騙されたそうですよね見ると本当、これ本当ですから、私は身をもって体験しました、それは。いやもう本当にやればできるですよね。いや、じゅんこさん本当今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。もう今後世界が
かなり変わっていくと思うので本当に役に立つあのお話をシェアしていただいてありがとうございました。私も楽しかったです、お話できて楽しかったです。でコリンゴさんもまた参加してくださいね。あ、もうぜひぜひ参加します。みんなとの片付けすごい楽しかったのでぜひぜひ参加させていただきます。ということで、本日はライフコーチお片付けコーチの松下純子さんにお話を伺いました。純子さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。はい、純子さんご出演ありがとうございました。ということで次回のニューヨークコリンゴラジオ、なんと来週はついにニューヨークコリンゴラジオ3周年に突入です。イエーイ、ということで3周年記念放送をお届けしたいと思います。いや、ついに3周年感慨深いですね。まさか3年後コロナの世界が広がっているとは誰もが思いませんでしたけれども、ということでアニバーサリー放送などでスペシャル企画なインタビューになっております。ぜひ来週もお聞き逃しなく。それでは See you next week! バイバーイ。